舞横尾渉は、俳句の永世名人、千賀健永は、名人9段。10月3日に、プレバト、MBS、TBS 系秋の3時間半スペシャルが放送。番組では、永世名人やブロック戦勝者ら実力者が、集結する秋の俳句タイトル戦、金秋戦、大好評の、大猟奇アートコンクール、アート系最強の顔ぶれが揃った色鉛筆コンクールの模様が届けられる。俳句は、ここ1年優勝者を出していない永世名人軍団がプライドをかけて新世代と真っ向勝負。永世名人のキスマイフット2横尾渉、同じくキスマイの千賀健永と名人9段の活躍にも注目だ。大猟奇では、アート系査定の絶対王者、高層薫の優勝を阻止すべく、芸術自慢たちが奮起。そして、色鉛筆では、名人の最高位に君臨しながら、タイトル戦では、無冠の田中道子が、今度こそ、悲願の優勝をつかめるかのか。芸術の秋に、実力者たちが木でぶつかり合う。俳句今年の、金秋戦は、過去最強レベルの10名が頂上決戦。梅沢富美男、特別永世名人を筆頭に、永世名人以上の5名に加え、予選3ブロックを1位通過した、特待生3級、的場浩司と、同1級、森迫久志、そして、名人9段、千賀健永と、キスマイフット2。さらに、予選2位以下から、傑作の読み手として、俳人、夏井いつきが選び抜いた名人8段、森口瑤子、同7段、立川志らくが挑む。お題は、プレバト。俳句史上初めて題材選びが問われる、長男題、自分で撮った写真。この中で、俳人、夏井いつき先生に激賞され、秋の俳句王となるのは、誰なのか。大猟奇2023年の秋の3時間スペシャル以来2回目の開催となる大猟奇アートコンクールにはアート系無双の光蒼君をはじめ土屋信之、ナイツやしずちゃん、南海キャンディーズら芸術系査定で活躍中の総勢5名が集結。黒板アート2位の人気俳優中川大輔や水彩画で一発特待生昇格を果たした新世代、倉中瑠奈も加わった、激しい戦いの末、大猟奇職人の亀崎正代、先は立つ先が正式表記を、私たちが思いつかないようなアイデアも入っていると、驚かせ、高齢化が進む千葉県銚子市貝川漁港を沸かせる、傑作が誕生する。色鉛筆、第3回食鉛筆コンクールでは、人気料理店のメニューをお題に、実力者7名が直接対決。名人7段 HG、レーザーラモン、同6段、クッキー。野生爆弾、同5段、田中道子と、犬山神子、同初段、久保田博之に加え、特待生2級、小松利政、同5級で、現役大学生モデルの菊池ひなが参戦。絶品のお題メニューを試食&優勝作品はメニュー表に採用されるとあって全員気合十分だ。色鉛筆作家三上歌恵に美味しそう。文句なし1位優勝ですと絶賛された超傑作とは果たして誰の作品なのか。番組情報 MBS TBS 系プレバト10-03木曜日18時30分22時 MC浜田雅俊、清水麻也、MBS アナウンサー金秋戦出演者、梅沢富美男千賀健永、キスマイフット2立川志らく千賀健永ジュニア藤利文、藤原的場浩司村上武史、フルーツポンチ森口瑤子森迫久志横尾渉、キスマイフット2大猟奇アート出演者倉渉、なしずちゃん、南海キャンディーズ土屋信之、ナイツ中川大輔高層薫色鉛筆コンクール、出演者犬山神子 HG、レーザーラモン菊池姫のクッキー。野生爆弾、久保田博之小松利政田中道子専門家ゲスト、夏井いつき、俳人、亀崎正代、亀崎染子5代目、三上歌恵、色鉛筆作家、プレバト。
番組サイト https://www.mbs.jp/p-battle/kis-my-fti2official サイトハットプス start.jp/s/p/artist/17